はい、今日はですね、男は女を騙すくらいがちょうどいい、かもしれないみたいな、お話です。ちょっとね、まあ、お風呂入っててシャワー浴びてね、もうちょっと浜崎あゆみみたいになってますけど、ちょっとふいと降りてきたんで言いますけど、僕はね、結構ね、やっぱこう、まあ、離婚もそうですけども、結構ね、正直に言いすぎるっていうかね、本音で話しすぎる、まあ、腹を割ってね、話しすぎるってとこあるんですよ。それはもう前々からそうなんですよ。まあね、デリカシーがないっていうわけではないんですけど、でも言った方がいいこととか言わなきゃいけないなって思うことあるじゃないですか。言わなくてもいいけども、まあ、今後のこととか、上司がね、なんかこう、こうした方がいいよとか、まあ、別にちょっと違うか。言わなくてもいいことを結構言ってしまうんですよね。だから僕、基本的に、王様が裸だっていうタイプなんですよ。そうじゃないですか。だから王様が裸でいて、みんなは言わないけど、僕は言うと。王様裸だぞっていうことを言うタイプなんですよ。それはもうね、言わずにはいられないっていうか、まあ、そういうこと言ったら、こうなるだろうなっていうのはわかるけど、もうそうせざるに負えない。だから政見放送とかもそうじゃないですか。まあ、ああいう政見放送したらなんかあるかなっていうのはあるでしょうけども、そうせずにはいられないみたいな。それ結構あるんですよ。だからね、それで多分ね、僕は悪気はないけれども、傷つけてきたんですよ。だから自覚は、悪気はないけども、傷つけたなっていう自覚はね、ありますね。だって、相手が泣いてたり、ね、僕の言葉で泣くのか、僕の言葉なのか、それともその積もり積もってとか、もういろんなのがあるかもしれないですけど、泣いたりとか、僕のせいで泣いてたりとかするわけですよ。別にすごいひどいこと言ってるつもりはないですよ。だから、ずけずけ言いすぎるっていう、そんなに、わかんないです。でも、女性が泣いてたりして、傷つけてしまったなとか、ありますけど、だから、普通なんか、結構女を泣かしてるのか、女性を泣かす。だから、普通女性を泣かす、女を泣かすっていうと、こう、浮気をして泣かすとかじゃないですか。僕はさ、そうじゃなくて、こう、正論というか、思ったことを、俺はこう思うみたいなことを、で、ちょっと泣いちゃうみたいなことだと思うんで、ちょっとね、だから、本当結婚向いてないなと思いますね。でもその千夏の場合は全然まだオブラートだった方だと思います。千夏の場合はだからまだいい方だと思うんですけど、だこれでも僕成長してるから、でも過去の人とか本当に過去付き合ってきた人本当申し訳ないなって思いますね、本当に。だから本当にね、悪気とかないんですけども、悪気がないとか言うのがね、一番ね、もう立ち悪いですけれども、だからそういうことをしたらそうなるだろうなっていうのはわかるけれども、いや、ここは言わなきゃいけないっていう。でもそのモテる男って、なんかナンパ師とかでもそうですけど、そういうこと言わないじゃないですか。だって相手に都合が悪いこと言わないんですよ。相手が傷つくようなこと言わないです。でないとセックスできないでしょ。僕もナンパしてたことあるからわかりますけど、僕もそういう時は、ナンパしてる時とかそんなこと言わないですよ。だってね、相手が、はとか思うこと、不愉快に思うこと、言ってしまったら、行動してしまったら、セックスできないわけじゃないですか。だってナンパセックスするためにあって、だから相手を気持ちよくさせるみたいな、そういうね、気持ちよくしてもらって、セックスしてもいいかなって思う方向に持っていかなきゃいけないわけですから、割とね、こう、女性が嬉しいこと、嬉しがるようなこと、いいことを、もうね、僕は口うまいんで結構言うことできるんですけど、でも本気で付き合ってる人、本当に付き合ってる人は、そういうので、なんか騙すようなことはしたくないじゃないですか。なんか、こう手でこう回すみたいなね、なんか、だから僕は本当のことを言うんですよね、本音で。だから本当だったら、だからね、気持ちいいことをね、て、あの、その、おだてるような、おだてるっていう、自然にですよ。なんか、明らかに、こいつおだててんなっていうのは逆効果なんで、だから、そういうね、口説くときっていうか、そういう、ナンパするときとかは、そういうね、感じですけど、本当にね、真剣な交際、だったらやっぱ、腹割って話じゃないですか。で、お互い結構、お互いってね、過去付き合ってきた人そうですけど、
ね、二人で隠し事とかせずに、ちゃんとこう、腹割って話そうって、本音で話そうっていう、話し合って、お互いいい関係築いていこうっていう、なるじゃないですか。で、そうでしょ？だって、気持ちいいことを言って、おだてでね、なんか、不愉快なこと言わないでみたいな、ならないじゃないですか。嘘ついてとかなんないじゃないですか。なんか気持ちいいこと言ってとかなんないじゃないですか。本当のことね、気兼ねなく言ってってなるんです、最初は。でも、俺が言うことが直球すぎて、もう耐えられないんです。耐えられないんです。普通の人だと多分言わないようなことでも、あえて切り込んで言ったりする。柔らかく言いますよ。綺麗な、丁寧な言葉、綺麗な言葉で柔らかく言いますよ。柔らかく言うけども、多分、そんなこと言われたことないとか、俺結構神経質じゃないですか。結構ね、気を使う方だから、多分、普通の女性よりも結構細かいんだと思うんですね。僕は O 型ですけど、多分 A 型の人より僕細かいかもしれないです。細かい部分は。でも細かくない部分は細かくないんですけど、結構だから、僕が柔らかく言っても、結構ダメージ来ると思うんですよね。だからそれが最初は大丈夫かもしれないけれども、どんどん蓄積したりとか、たまにある一撃みたいなので、多分ちょっとこう、ね、傷つけてしまってきたと思います。本当にそれは申し訳ないです。だからもう本当、向いてないんだなと思って、本当に嫌になっちゃうけど、でもまあ、これでもまあ、成長してる方だとは思います。年々。申し訳ないです。だから本当に、冒頭でね、男、本当ね、だから、悪い男っていうか、女性って、だからそういう本音で話そうみたいな、本音で話して正直に言ってっていう一方で、ちょっと騙されたいじゃんっていうか、なんつうんだろう。騙すっつってもあれですよ。もう本当に、ね、もう悪質な嘘とかダメですよ。悪質なね、もう、はぁ？みたいな、優しい系の嘘ですよね。優しい系の。なんか私のためを思ってそう言ってくれてるんだっていう、後でね、それ知った時に、それがね、言い訳がつくようなものじゃダメですよ。なんか、いや、俺本当はめちゃく、十股かけてたんだ、みたいな。ごめんね、みたいな。それもうさ、もうダメ、あれですけど、だからね、まあお金とかね、女性関係とか、犯罪とか、まあそういうのはもう本当ね、嘘ついちゃダメですよ。本当に。ダメなんですけど、ね、ちょっと、優しい嘘、あえて具体的には言わないですけども、そういうね、騙すっつったらね、言葉は悪いんですけれども、うまく、転がすじゃないですけど、多分ね、そういう方の方が多分うまくいくんだと思います、正直。だ僕は損してます、本当に。僕みたいな本音で話してる方の人が誠実なんですけども、ちょっとね、ちょっと力抜いて適当にやってる人の方が、かえってうまくいくみたいな、腹立ってきたわ、本当に。もう腹立ってきた、本当に。だから、真剣がゆえに、そうなってるだけなんですよ。でも、割とね、うまくいってたり、力抜いて適当にやってる人はもう、ね、なんか、もうめんどくさいからそういうことやってる人もいるわけですよ。めんどくさいっていうか、っていう、そういう感じでね、やってる人もいるわけですよ。多分ね、多くの人で結構そういう感じだと思いますよね。そんな、なんかこうね、やりとりするよりも、そういう、こう、上辺をね、こう、ちょっとすみませんもんか申し訳ないですけど、それはいい意味でもですよ。いい意味でも、うまく、夫婦関係、家族関係を回すために、我慢したりとか、いろいろ取り繕ったり、してね、なんかこう、うまいこと言って、なんかこう、うまく回そうとしているっていう人の方が、逆にうまくね、言ってたりすると思うんですよ。いや、わかんないですよ。でも本音で言い合ってうまくいってる人もいるでしょうし、でもいや、なんか嫌や、もう話して嫌になってきちゃった、本当に。嫌になってきちゃったんですけど、だから、そうですね、だから僕もね、なんだろう、ナンパみたいなね、感じでね、上辺だけでね、表面的なことでね、なぞってね、って言ってもね、後でね、バレると思うんですよね。だからもう最終的にはね、やっぱ腹割って、ね、腹割りつつ、ね、少しずつこうね、本音というかね、歩み寄って、この人こういう人なんだなっていうのをね、少しずつでもね、少しじゃなくていきなりガッていく時もあるでしょうし、
押したり引いたりっていうのを繰り返して、ね、時にはね、喧嘩したりとか、しつつしながら、修復しながら、もう泣けてきます。もう泣けてきますけど、そんなこと喋ってたら。そういうのが必要だと思いますね。難しい。石田はね、本当に僕みたいに、僕遊びがないわけですよ、遊びが。だから結構ね、潔癖、神経質もあるでしょうし、潔癖もあると思うんですよね。潔癖っていうのは、汚い汚れるとかの潔癖じゃなくて、精神的な潔癖。純潔を求めるとか、完璧を求めるとか、正しさを求めるとか、そういう潔癖、多分あると思うんですよ。だから、俺、政治活動とかもそうでしょ？ちょっとあの人の、これは良くないから、今後はちょっと距離を置きますとか僕言ってるじゃないですか。普通の人は、そんなことしないんだよ、多分。あ、ちょっとあの人、あ、ここおかしいな、そうだなと思っても、なあなあでこうね、うまくやっていくと思うんですよ。僕みたいに、あの人はこうこうこうなんで、ちょっと距離を置きますとか、今後はちょっと、関わらないようにしますとか、そんなことね、言ってたらもうね、何もできないんですよ。正直。孤独になっちゃう。一人なんですよ。だから一人なんですよ。だから、これは本当ね、損してる。損してるけど、そういう人間もね、いてもいいっていうかね、まあ、いるんだよというか、まあ、譲れないところでもあるだろうし、で、これも結構ね、譲ってるところは譲ってるんですけど、なんでしょうね。だから、そのね、ちょっと話取れてきちゃいますけど、で、そな、だからちょっとね、だから、緩い方がっていうかね、ちょっと完璧とか潔癖とか、神経質とか、そういうふうになりすぎずに、だからね、本音でね、話し合おうとか、腹を割って話し合おうとか、ね、お互い正直に、接しようとか、隠し事なしだよとか、こう、ね、そういうのをやったとしても、そのエッジがね、効きすぎちゃうと、まあ、いくらそういうね、言ってたとしても、どっかでちょっと、ね、破裂しちゃうというか、ちょっと、弾けてしまうのかなって思います。僕はちょっとだから、メンタル的におかしいのか、タフなのか、クレイジーなのか、ちょっとよくわかんないですけど、結構タフなところタフなんです。ね、凹むときは凹みますけど、弱いときは弱いですけど、タフなところめっちゃタフなところあるんで、ダメージがないみたいなところありますよね。だから、ああいう、なんか政見放送とかね、選挙ポスターとかやってても、ダメージがないぐらいですから、そういうところの、ちょっと、麻痺してるっていうか、なんかないんでしょうね、そういうのが。だから、ちょっとね、その辺は僕もね、考えなきゃいけない。考えつつ、でもね、自分のね、質というかね、クオリティもね、落としたくないし、自分がね、じゃあそれで、適当にね、それでいいんだよ、みたいな、なあなあでやってたら、やっぱ自分らしさっていうか、自分のね、個性っていうか、自分の良さみたいなのも消えちゃうと思うんですよね。自分が、あ、この人本当に正直なんだな、本当に本音でやってんだな、あ、この人は、なんか嘘つかないんだろうなとか、この人だったら信じられるっていうのをなくしちゃう、壊す、損ねることでもあるんで、うまくやらないとねって思いますよね。だから、うまくやることですよね。だから、年々でも結構ブラッシュアップして、成長してると僕は思います。すみません、自分で言ってて。だからね、もう今回の離婚しましたけども、いや、でもね、本当もう、結婚も行ってないなと。あ、ですね、もう本当。いやもうね、考えるとね、もう嫌になってきちゃう。嫌になっちゃうっていうのは、その自分が嫌になってきますよね、本当に。いや、まあ、なんか明るく喋ってますけど、もう嫌になってきちゃうと思った。まあ、ということでね、男はね、もうひょっとしたらですけど、女性をね、ちょっとだまくらかすというか、ちょっとこうね、うまくやる方が、うまくいくのかもしれません。そういうテイストがありつつも、でもね、ちゃんとね、しっかりし、ね、し、してないといけないと思いますけどね、そういう、本当の、真のところはね、もう適当にやって本当に適当な人だったらもうね、もうバカ野郎ですけど、から、まあ、ということで、何かの参考になれば幸いです。だからこれね、本当、男性も女性もね、
これね、見て、理解してほしいです。なので、本音でね、喋ってる人はね、そんな、悪気はないです。悪気はないんでね。悪気はないから何でも許されるっていうことは全然思ってないけどね、俺は。悪気はないから何でもやっていいってわけじゃないですよ。ないけども、悪気はないです。悪気はなくて、本当に相手のためを思ってとか、正直に話してるだけ。本当に。それだけなんですよ。泣く泣くね。そうなると知りながら、大和魂ですよ。かくなればかくなるものと知りながら、大和魂ですよ。そういう感じですよ。ちょっと、吉田松陰先生のね、ちょっと全部、ちょっと正確じゃなかったら、なんか、ね、申し訳ないんですけど、かくすればかくなるものと知りながら、やむにやまれる大和魂だ、そうだ。そうでしょ、合ってるでしょ、多分。かくすればかくなるものと知りながら、やむにやまれる大和魂。そうなると知りながらね、やらずにはおられない大和魂ってことです。ということで、ちょっと寒くなってきたんで、冷えてきたんで、やめます、この辺で。ということで、今日のテルキ塾テルキ教でした。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンよろしくお願いします。皆様、愛してます。